お正月はうつそう。昨年お疲れ様でした。今日はくつろいでいってください。ありがとうございます。ところで酒屋さんは私たち姉妹どっちが好きですか？え、どっちも好きですよ。チェキプリントで相性診断。お姉ちゃんとの相性 35%、 すずとの相性 15%。 ここ全然くつろげないな。他にもいろいろ楽しいスマホプリンター、遊べるチェキ、インスタックスミニリンク、2人の相性はチェキプリントで遊ぼう。よろしくお願いします。お姉ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私たち姉妹、どっちが好きですか？いきなりなんか不幸せな。まあ、その人に対してもちょっとこう戸惑って。よーい、スタート。ようこそ。はい、ありがとう。はい、あーチェックさせてください。ありがとうございます。バリ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 帰りたい。スタート。ところで酒井さんは私たちどっちが好きですか？アリスさんとヘロスさんも頭用意スタートの後、アリスさんのセリフ言うタイミングでこれこう上げる動きをちょっと言いたいです。はい。はい。続けていかせてください。アリスさんとヘロスさん。それでつぼっちゃった。スタート。ところで酒井さんは私たち姉妹どっちが好きですか？え、どっちも好きですよ。広瀬さんが好きです。どっちの？どっちの広瀬？ちょっとコンパクトに。はい、わかりました。広瀬。佐木本さん。佐木本さん。手前、赤もうちょっと感じてもいいですか？チェキプリントで相性診断。はい、あと。目つぶっちゃった。私のタイミング。うん、どうだ。いいですね。素晴らしいですね。よーい、スタート。すずとの相性。ちょっとお強めでって言われた。聞いちゃいました。歌舞伎の睨みになった。スタート。ここ全然くつろげないな。ダメだこれ。ありがとう。はい。チェックさせてください。スタート。二人は。ありがとう。笑顔お願いします。さあ。来てください。じゃあ上半身いきます。はい。じゃあ以上をもちまして、PR 用の撮影の方はすべて終了です。どうもお疲れ様でした。そうですね、また全然毎年違うあの方をお迎えしてだったので、すごくお姉ちゃんがいるのが不思議な感じだったんですけど、またなんか今年らしい空気感の中でできてよかったなと思います。あの今年参加させていただいてとても楽しかったですね。なんかそれでちょっとケタケタ笑いながらワンカットワンカット撮っていたので、はい、
またやっぱ家族がいるのは心強いですね。はい、はい、とても両手に花の状態で、いやいやいや、本当にあの素晴らしいこうあの年の始まりになるんじゃないでしょうか。2021年、本当に感謝しております。ありがとうございました。なんか以前あの一度 CM を一緒にやったことがあって、なんか一緒にお芝居するのがその時すっごい、えどこ見ていいんだろうみたいな風に思った記憶があって、絶対今回もそうなるだろうなと思ったんですけど、なんかそのままでよかったのでちょっと安心しました。でもなんかちょっとセリフ言うのが恥ずかしいですね。変な感じ。そうですね、前、まあ、もともともそんなに共演をすることがほぼないので、うん、今日その撮影はすごく楽しみにしていましたし、まあ、5年6年ぐらい前に CM であの一緒になって、うん、気恥ずかしさは当時はあったんですけど、まあ、あのお互い成長しまして、なんかこう、まあ、姉妹だからこその良さもしっかり出つつ、なんかこう芝居もちゃんとできたかなって思ってます。最初すごく緊張して、子供の頃から見ていたシリーズでしたし、ちゃんとやんなきゃなと思ったんですけど、途中から気づいたんですが、この CM はキリンさんとか出てて結構型破りというか、そもそもめちゃくちゃな CM だったなそもそもがだからなんというか、言われた通りにやろうとかというよりも、もっと面白いものを作ろうとか、もっと違うのは何だろうって、多分キリンさんがすっごく考えて作り上げられた空気というか、そのなんかね、なんかこう真面目にやってちゃつまんないよっていう、なんかもっと何かないのっていう、なんかそういう空気が多分現場にすごく漂ってたんだなと思って、途中から心を入れ替えて、はい、ふざけるように頑張りました広瀬姉妹のこのショックの顔っていうのは今回のその、 あのインパクトのあるシーンだと思うんですが、お二人のそのショックの顔っていうのはいかがでした？もうキリンさんの後を継ぐものはこの二人しかないんじゃないかと確信しました。ありがとうございます。ちょっとイメージとは違うかもしれないんですけど、セットに上がるときにちゃんとスリッパを脱いで後ろを向いてちゃんと揃えてから2人上がられるんですよね。どんな育て方をしたらこんな素晴らしい娘さんになるのかと私は本当に感心しておりました。だからあのお正月に時々会ういとこのような感じでこう成長した姿と、ああ変わってないなという思いと、やっぱ2人でこうなんかお話ししてる時のあまりのなんかその内容にですね、私はちょっとこう半分こう引いてしまっていたんですけど、いやあのなんか体調のサプリメントの話をして喋るそれ喋る健康の話です。健康の話、健康の話、まあ、朝一ですよワンカット目にしちゃってたって、そのギャップがね、しっかりこうスリッパを揃える姿とそういうサプリメントの話をする時の姿と素晴らしいなと思いました、はい、忘れられない撮影になりました。以前もこう別の広告でご一緒させていただいたことがあって、なんかご挨拶した時からなんてオープンなフラットな方なんだろうっていうのがすごい第一印象だったんですけど、全く同じ印象を今日も受けて、すごくいい意味で緊張せず、なんかちょっとわってなるな、お姉ちゃんがいてもって思ってたんですけど、すごくいろんなお話させていただいたりとか、そのアドリブとかすごい至近距離で、変顔じゃないですけどすごい顔しても何もこう全て受け止めてくださったので、すごく優しい方だなと思いながら、今日感心してたんです。いやいや、ご一緒させていただいてました。すごい顔に、ありがとうございます。アイさんいかがですか？そうですね、私は今回初めてご一緒させていただいて、本当に物腰の柔らかい方だなと、うん、
なんか仏のような方だなと思いました。もうすべて本当にさっきもすずと重複するんですけども、すべて受け止めてくださるので、もう私もお芝居が本当にやりやすい環境を作ってくださいましたね。はい。いきますよ。3、2、1、パシャリ。はい、撮りました。これで一発診断ですね。一発診断ですね。あ、転送してる。終わった。早っ。すごいですね。うん、私のハンドパワーが。久しぶりに聞いたな、ハンドパワー。あ、出てきた、出てきた。出てきた。すごい。早いですね。早いね。早いね。これまだ見ちゃダメですね。そう。撮っていいんですかね。はい、プリント完了しました。はい。見て。まあ、カウントダウンでジャンプはもう 100%。 しかもなんか毎年トランプやってなかった？やってた、家族みんなでね。なぜかトランプを何時間もなんか結構夜遅くまで起きてると怒られる家庭だったので、年末年始だけは意外と遅くまで夜更かしして OK だったので、トランプやってカウントダウンでジャンプして絶対次の日お雑煮とすっきりして寝るみたいな。で朝起きてって感じですね。あとおせち一緒に作ったりとか、母が。ジャンプなんかしなかったですよ。トランプもしなかったね。何してたんだろう。逆になんかこうお正月では必ずやることって何かありますか、境家で。まあでもお雑煮とね、おせちはやってましたけど、うん、作ってたの？なんか何種類かは作るものもあった。そうですね、うん、すごいですね。市販もありましたけど普通に買って食べてた、ね、なんかお酒飲んでご飯食べてみたいな感じでしたね、うん、はい。そうですね、まあ、世の中がちょっとこういろんなことがあって、なんかお仕事自体もそんなに今年はなんか例年よりもハードではなかったので、なんか久々に人に会ったりとか現場にいた時のなんて言うんだろう、うわーこの景色みたいななんか日常として当たり前にあったのが、久々に現場に行った時にちょっと感動して、なんかこれ忘れちゃいけないなというか、ずっと役に入ってるとこう息抜きとかもあまりないので、なんか自分のために使う時間も増えて、なんかいろんなことを考えた一年だったなと思いますね。個人的にはすごく楽しみなことがいろいろあって、お仕事でだから早く来てほしいなって思ってますね。プライベートでは何かあります？あ、でもすごい料理をステイホーム期間にすごいほぼ毎日やってて、終わってから一切やらなくなって、またちゃんとやろうって思います。そうですね、2020年はやっぱり我慢した1年だったなっていう印象でして、まあ、ステイホーム期間があってからしわ寄せのように6月から怒涛の半年だったので、私がなんかあっという間だったなって、こんなに1年って早かったっけっていう感覚ですね。あっという間に年末になってしまいまして、まあ2021年は、うん、願いとしては今よりもやっぱりもっともっとなんだろうな、気持ち的にも、まあ、全てにおいてこう楽な、うん、感じになってほしいなっていうのはあるんですけれども、まあでもいろいろ大変なことがあっていろんな変化があった1年なんですけど、その変化すらも楽しめる1年を来年送りたいなって、はい、思っております。ありがとうございます。高井さんお願いします。はい、僕は2020年は本当に感謝の年でしたかね。本当仕事ができるっていうこと自体がすごい感謝でしたし、本当にね、なんかこう街を歩くと僕たちの仕事ってなぜか意味もなく頑張ってくださいとか言われるんですけど、言ってるあなたの方がよっぽど頑張ってるんだろうなと思いながら、俺は何を頑張ればいいんだろうと思ったんですが、
頑張ることができるありがたさっていうのを本当に思いました、うん、さっきのね鈴さんのお話じゃないけれども、この現場当たり前のように人と接して普通に自分を表現するっていうのが決して当たり前じゃないんだっていうのがすごくこう身に染みて分かった、はい、一緒に共にものを作る仲間がいるのに感謝、それを見てくださる皆さんに感謝、本当に感謝の1年でした。2021年はもっとこう晴れやかな年にしたいですね、うん、まずは年末のカウントダウンのジャンプから始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。坂井家でも定着させます。ありがとうございます。そうこうしているうちに鈴さんどうでしょう、もうもしかしたら相性診断の結果出てますでしょうか。いいですか、変な数字。ガチですからね、これはね。微妙だな。もう出てます？出てます。あ、出てますか。そしたら鈴さん、相性診断の発表お願いしてもよろしいでしょうか。はい。86%。高得点ですね。おめでとう。まあ、としてこの 86% の相性っていうのは。まあ、こんなもんかな、うん、悪くな い, 悪くないけどすごいいいわけでもない。今息は合ってました。よかったです。低く、すごい低かった。 50% 以上あったらいいなと思ってた、ね、そうだね。 86% っていうのは高いと思いますよ。本当ですか。仲良 い相性のいい姉妹ということで、はい、よかったです。よかったです。よかったです。皆さんこんにちは、広瀬すずです。広瀬アリスです。坂井雅人です。お正月を移そうの時期がやってきました。今年の正月はスマホプリンターリンクで相性診断してはいかがですか。2021年はみんなで明るい1年にしましょう。それでは CM をご覧ください。どうぞ。